えー、皆さんこんにちは奈良文化財研究所資料研究室の山本と申します、えー、今年の地下の焦燥院展重要文化財長屋桶木刊も残すこところあと最終の第3期のみとなりました今回ですね3期に展示する木刊のうちから特に私のおすすめ2点についてご紹介したいと思いますはいまず1点目展示番号27番の 宇田寮という役所が長屋王の家令書、家政機関の、えー、家政機関にですね、あの当てて送った手紙の木簡をご紹介したいと思います。こちらはですね、あの宇田寮という、えー、中央のですね、正式なお役所がどうも長屋王の家にですね、あの山と舞という舞に関して人材の派遣を、えー、依頼してきたあ文書の木簡でございます。この木簡がなぜ大切かと言いますと、これが まさにですね。この長屋桶木簡が。長屋桶木簡であるということを決定づけるような木簡となったからです。一般的に有名なのは、あの長屋親王宮の二札。 あれが長屋桶木簡の中でもすごく有名かと思いますがあちらはですね実は他の人の宛の荷札も長屋桶木簡から出ているものですからあれだけでこの長屋桶木簡が長屋桶けの関係資料だということを断定することは躊躇される状態でしたそこにこの手紙の木簡が出てくれたおかげでやはりですね手紙というのは差出と宛先の間をこう移動してそのどちらかで捨てられますのでこの歌寮という役所か 長屋桶かどちら寮というのは、えー、平城宮内に普通置かれる役所ですので、えー、ここは必然的にあの長屋王邸だということが分かったという次第ですそういうわけでですねこの木簡はあの長屋王家木簡を長屋王家木簡たらしめた木簡ということもできるのではないかと思います。 ちなみに、えー、歌寮はですねここで長屋王帝に手紙を当てる時に宛,宛先を長屋王加齢書としています。 あのこれまたあの先ほど申しました長屋親王の宮の木簡で長屋王が実は親王身分だったんじゃないかというようなことがあのよく言われたりもしますがやはりですね長屋王邸の,の外の外部機関から当てられた木簡には長屋王は長屋王と書かれているというわけでして長屋王の公的な身分というものを示してくれるという意味でもあの注目すべき木簡です。 続きましてこちら展示番号41番蓮の葉を新入した際の木管をご紹介したいと思いますこちらはですね先ほどの歌寮からの手紙とは打って変わって長屋桶の内部であの用いられた木管です実は長屋桶木管というのは外部からの木管というよりもこういった長屋桶の内部で機能した木管の方が主流を占めますこの木管にもですねそういった内部ならではの、えー、特徴というのがあの認められて面白いところです こ,れこちらはです、ね、片岡という今の奈良県の王子町付近の所領からは蓮の葉を持ってきた際の木簡なんですが持ってきた人がです、ね、ですがです、ね、この木簡よく見ますとそのらめさんの名前が「つぶら」までは表面に書かれて最後の「目」だけが裏面の一番上に行ってしまっています。 今僕らがもしこうやったらちょっと失礼だなって思われてしまうかもしれないんですけどまああの身内ならではかなという気もいたしますさらにですねこの木簡他の木管と束ねて保管するためだと思うんですが穴穴がが開けられていますす上下につつずつ穴があるんですねただよく見ますと下の穴はそ、えー、抜けてしまっています。 束ねるだけならおそらく穴1個でいいので、おそらく最初下に打ったものが抜けて使えなくなったので、上に打ち直しているんじゃないかなと想像しているところです。さらによく見ますと、えー、下の穴はですね、うまいことこう文字の部分を避けて打たれているんですが、上の穴はそんなことお構いなしにですね、片岡の片の字のど真ん中に打たれてしまっています。こんなところにもですね、木管の作り手の性格が現れているんじゃないかなと思って面白いところです。 その他にですねこの木簡表面をよく見ますと書いているうちにだんだんと墨が薄くなっていって途中で墨を継ぎ足して文字が濃ゆくなっているという様子も見受けられますこういったですね本物の木簡ならではの気づきを楽しむというのも地下の正倉院展の醍醐味の一つですので他の木簡も一点一点どうぞじっくりご覧ください以上2点だけですが私のおすすめを紹介させていただきました 今回第三期はですね、他にも例えばあの50センチを超える大きな木簡にですね、数えてみますと187文字もの文字が記された木簡など見所満載の木簡があの展示されております、えー。ぜひあの会場にお越しください。あのお待ちしております。